はい、それではね、こちらリトアニアのリナス社のね、リネンの紹介になります。ピュアリネンのね、ヴィンテージプリントということでね、この生地ね、すごく特徴的な、ところがね、いっぱい詰まった生地になっております。で、この生地はですね、バイオソフト加工というね、また魅力的な加工も施されていますので、その辺も含めてね、ちょっと紹介させていただきたいと思います。まず、この生地の特徴なんですけども、このユーズド感をね、こう出すためにこのね、こう少しこうムラ感をね、イメージしたこのプリントになっております。無地なんですけども、実はねこれプリントで表現されてるんですよね。それにバイオソフト加工が施されているので、非常にねこう風合いも柔らかいんですよね。であえてねこう少しこう色が落ちるような設定になってますので、このなんて言うんだろう、こうユーズド感っていうのもねすごくうまく表現されてます。はい、で土台になってる生地なんですけども、リネン 100% のライトキャンバス地になっております。でライトキャンバスってね、若干肉感があるんですけども、やっぱりねこれバイオソフト加工が施されてるので、めちゃくちゃ柔らかいんですよね。程よい肉感があるのにすごくね風合いが柔らかいんですよね。で初めからこのヴィンテージ感っていうのもね表現されてますので、作品になった時にもね、すぐこういい感じでユーズド感がこうあるようなね感じでこう使えるということで、非常にねこう魅力的なね生地なんじゃないかなと思います。はい、で厚みなんですけども、先ほどね説明した通りやや肉感があるタイプになっております。中肉厚なんですけどもね、若干こうやや厚手というかね、こう肉感があります。ただね風合いすごく柔らかいので、お洋服全般にも使えます。で私のイメージとしてはね、こう春に、羽織るようなね、こうちょっとこうアウターなんかがね一番こう適してるんじゃないかなと思います。非常にねこう表情が豊かというかね、風合いと表情にすごくねこう個性が詰まった生地なんじゃないかなと思います。はい、で最後にねこれ生地幅なんですけども、生地幅もねこれ魅力的で、幅広タイプになっております。これだけね幅がありますので、洋尺の方もね余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。ジャケットを作ってみました。今回の生地だけで本当に素敵なんですよね。素材もね朝のリネンということで、肌触りもねいいんですけれど、まずこのね色合いというか村染めの雰囲気がとても素敵な感じになっております。でも生地だけで本当に素敵なので、その生地をね生かしたシンプルなデザインで作ってみました。まず襟ぐりはノーカラーで合わせやく、いろんなねアイテムとも合わせやすくなっております。でシンプルなんだけれども、前端のラインにねアクセントがあるんですね。ここね見にくいけど、前端のラインがカーブになっております。こんな感じでカーブになっているので、こう優しい雰囲気でね着れるジャケットになっております。そして脇も素敵で、そのカーブからつながっている脇もカーブのスリットになっております。こちらもねポイントになるんじゃないかなと思います。ね、そしてね袖口もね素敵なんですよね。こちら小さめのプチスリットが入っております。これがさりげなくね素敵なんじゃないかなと思います。ね、で丈もね短めの丈で合わせやすいので、こうしたねパンツとかスカートとかいろいろなボトムスともねコーディネートしやすいんじゃないかなと思います。で今回ジャケットなんですけれども、やっぱり軽く羽織れるコートとかね、あとパンツスカートなんかも素敵に仕上がると思います。ぜひこのね生地を生かしたシンプルなデザインなんかでもね楽しんで作っていただけたらと思います。